こんにちは、ゲームエイトのケイドラです。本日は皆さんにちょっと見てほしい動画があります。これ絶対不具合でしょ、バグでしょっていう動画なんですけど、実際僕の身に起きました。というのは生放送してる時に起きたんで、もうこれはね、もう皆さんに確実に証拠となる映像です。ご覧ください。今から流します。魔法様、己の本当の感想を、はい、ここですね。アレキサンドライトの SS を撃ちます。まあ自強化 SS プラス弱点効果アップなんですけども、これで倒すんですよ。倒した瞬間に、これなんすか今の動きなんすか、こうなんで帰ってきた。これね、何回見ても意味が分かんないです。貫通タイプですよ、もちろん。アレキサンドライト貫通タイプで SS 撃ってるんですけども、なんでこれ跳ね返ってきたんですか、全く理解できないです僕。貫通の入れ版っていうの、これね、ちょっともう一回何回見てるんですけど、場面としてはもう最終ゲージですね。ボス最終ゲージでハートとか湧いてないし、勇者コンボ拾ってるだけなんで、そんなに硬直もないはずです。なんかもう処理落ちとかでどうしてもなんかちょっとバグったりすることはあるんですよ。なんかヒーリングオール出してる最中にアイテム拾って、そこで友情コンボ重いのを発動したりするとなんかなるっていうのは考えられるんですけども、これ特になんもないじゃないですか。友情コンボを拾ってるだけじゃないですか。でビットも破壊もしてないし、雑魚を倒してるだけですよ。魔法陣があるっちゃあるんですけども、 SS 発動時は絶対に魔法陣発動しないから、まあこれもなしと考えた時に硬直するための要因がないんですよ。なのでちょっとね、これ説明しろって言われたらどう説明したらいいんですかね。まあ別に今回はその勝ったからいいんですよ。これで仮にこれあと一発殴れば倒せるって時に、なんかこれこのねリバースしてきてね、この倒した瞬間じゃなくて倒す前にこうリバースしてきて帰って全くダメージ入らなかったとかあればクレームものになっちゃうので、ちょっと皆さんにお聞きしたいです。これどういうことなのか説明できる方がいればぜひお願いしたいと思ってます。もう本当にね、これ問い合わせものレベルのこうバグだと思ってるんですよ。生放送でこんなことになっちゃったんでね、なんか分かる方いらっしゃればぜひコメント欄で教えてください。僕はちょっと解決できなかったです。まあ最初言った通り、考えられるのはその硬直の問題で、何かしらフレーム落ちがあって、例えば覇者の塔35階で中ボスでブロック出てくるんですけども、あそこでね自強化の SS とか早い SS を打てば無理やりなんかめり込むとかあるじゃないですか、ボスの間に。ああいうブロック間のフレーム落ちとか、まあ、処理が追いつかないとかそういうことじゃないと思うので、これはどう考えても大してそんな硬直も起きてないし、友情コンボ拾ったのも最初らへんなんで特に何もありません。とりあえず謎の貫通入れ歯もしてるんで、何か分かる方いらっしゃればぜひコメント欄で教えてください。本当にちょっと気になってますこれ、はい。まあ、今日はそんなところの動画なんで、本当にね、もし何も解決しなかったら問い合わせて聞いてみようかなっていうふうに思っております。お付き合いありがとうございました。チャンネル登録とツイッターフォローお待ちしております。多分そんなに身に起きた方いないとは思うんですけども、共感者いたらそちらもコメントください。バイバイ。